大学卒業予定者などを対象にした県警の採用試験が今日から始まりまりした。県警の採用一次試験は宮城大学対話キャンパスなどで行われ受験者は緊張した面持ちで試験会場の教室へ向かいました これまでやってきたことを出せるように頑張ります今回の試験は大学卒業予定者などが対象で教養、論文、実技の3科目が実施されます採用人数は60人程度で試験の申し込み者数は307人と去年よりも47人少なくなっています二次試験を経て合格者は7月上旬に発表されます